はい、こんにちは、むせいです。ですね、南相馬市に行って帰ってきて、帰りのドライブの動画などもライブ配信させてもらいましたけれども、ファスティングやってますっていうね、その続きです。よいしょ。で、まだ途中でですね、中断してしまったんですけど、また継続してます。で、どんな感じかっていうとですね、まず2月の13日は朝昼夜と食べてない状態だったんですね。で、それより前は確か体重的には 63.5 キロぐらいでした。で、14日明けて、16日の夜からですね、車で運転して、南相馬市の方に向かったんですけれども、で、朝風呂ですね、朝サウナに行ってきてですね、その流れで私のメンターである大月先生、大月さんからですね、そば食いに行くぞということで、もう、大月さんに言われたらはいとついていく感じですね。で、なのでお昼ご飯食べました、ファスティング中断っていうことでですね。で、あと泊まったところがですね、南相馬市がやっているお試しハウスというやつで、相馬市の方からこう許可が OK が出れば、その家を使えるということで、すごい快適でしたね。本当に普通の貸し家一軒家みたいな感じで、食器もあれば布団もあるし、シーツも貸してくれるしというね、すごい至れり尽くせりで、あと暖房もあったし、電気ももちろん普通に、電気水道ガスかもう普通に使えて、お風呂もあってですね、本当にもう快適でしたっていうところなので、で、あとその昼、この金曜日時点ではメンター大月さんは、私がファスティングをやり始めてたっていうのは知らなかったということで、じゃあ夜は自炊するなら買い物行くぞっていうことで買いに行ったんですね。で、なんだっけな、ちょっとね、家からいろいろ食材を持ってけばよかったんですけど、持ってかなくてですね、だから買ったのが米と、小松菜と、あとなんだっけな、あ、牡蠣だ、生牡蠣、そう、宮城のね、牡蠣があったんで、そのスーパー行ってですね、生牡蠣と、あとなんだっけ、あ、大根で、あと味噌と米ですねを買いました。はい。で、お試しハウス炊飯器もあるので、ご飯を炊いて、で、あとは具沢山味噌汁という形で、鍋に、あ、あとあれだ、えのきじゃなくてきのこ、しめじ、ぶなしめじを入れました。ってことで、具沢山味噌汁とご飯、白ご飯ということで食べました。で、その前の段階、ごめんなさい、ちょっと話戻るんですけど、サウナに入った段階では 61.5 キロまで落ちてましたね。はい、多分ね、1日だね。はい。で、翌日土曜日は、南相馬市の方で、相馬市の、社団法人、財団法人、社団法人の人かなと一緒に、いろいろ回ってですね、南相馬市の状況のお話を聞いたりとか、あるいは今こんなところに空き家がありますよとか、そんな案内をしてもらいました。で、今思えばですね、15日の夜別に食わなくてもよかったなと思ったんですけど、14日の夜に、たんまりと具沢山味噌汁作ってしまって、あとご飯も炊いちゃったんで、いいかと思って、朝昼は食わなかったんですけど、これ朝昼食わないっていうのはいつも通りの私のルーチンなんですけど、夜だけいただきました。で、翌日曜日、南相馬市最終日ですね、またメンター大月さんと合流しまして、どこだ、南相馬市の名前忘れちゃった、スーパー銭湯に行きました。はい。
で、いつまたいつもの通りというか、最近私と大月さんの流行りでですね、はい、サウナ2回と温泉ゆっくり使ってというのをやってました。で、なので16日からまたファスティングを再開してます。で、日曜昨日ということで、昨日の夜ですかね、家で体重計使おうと思って測ろうと思ったんですけど、体重、うちの体重計って今あるの充電式でして、その充電ができてなくてですね、測りませんでした。なのでちょっと分かんないんですけど、まあ日曜日の朝時点では 62.4kg、 ちょっと食いすぎですよね、 ここからこの間で。まあいいんですけど、 62.4kg だったんですけど、で、昨日だから、最終日日曜日と月曜日ファスティングしてます。で、まあまず固形物は食べてませんと。で、飲み物はですね、何飲んでたかな、緑茶とコーヒーと、あとまあ野菜ジュースもちょっと飲んでますかね。ただなるべく無添加の、砂糖とか、添加物、保存物とかを入れてないものを、飲んでました。ということで16、17、あと味噌汁は飲んでねえか。はい。で、今だから丸々2日間と、今12時45分で、朝昼と、食べてませんという状況です。で、今までの傾向としてだいたい2日目が一番きつかったんですね。こう脳みそ、脳がこうぼーっとしてたりとかして、あとはなんだ、結構体のなんだろう、先端が冷えるとかっていうのもあったんですけど、今回は本当に楽ですね。前回の、前々回か、前の、ファスティングの動画の時もお伝えしたんですけど、喋ったんですけど、もうだいぶファスティング慣れしてきたんじゃないかなと思います。ということで、丸々固形物を食べずに 1,2,3,4,5,6,7,8食抜いてる状態。まあ普段基本的に朝食わないんで、朝昼食わないんで、あんま、要するにこことここの夜を抜いてるだけなんですよ、私的にはね。ただ、もちろん体的には、1,2,2日間ファスティング何も食べてない、まあ固形物を食べてない。で、あと、なんだ、お茶、コーヒー、水、あと野菜ジュース、まあ2本ぐらいですかね、という生活で、今2日間来てます。で、脳みそ的には、特にぼーっとしてることもないし、イラつくこともないので、非常に、はい、快調に過ごしております。な、世間ではね、コロナウイルスなんていうのが流行ってるらしいですけど、まあ誰が言ってたか忘れましたけれども、やっぱりね、腸の中をきれいにする、きれいに保っておく、余計なものを食わない、っていうことがね、一番大事なのかなと思ってます。ということで、皆さんも、健康になりましょう。ということで、また今日の終わりぐらいにまた、今日の体重の結果などお伝えできればと思います。ね、肌ツヤもそんな悪くないですよね。あ、すいません、髭剃ってないですね。ちょっと唇が荒れてっかなというところはありますけど、はい、元気に一日一食&ファスティング生活してます。ということで、またレポートします。さよなら。